はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビージです。では、今回は This is the Police 178日目、プレイしていきたいと思います。人種差別は病気の一種であることが研究で明らかに。そうなんだ。なんか全然違う気はするけど。広告、撮影現場でスポットライト落下、監督死亡、監督が死ぬパターン。郊外でアジア文化フェスティバル開催ということですね。このフリーバーグ自体がね、まあ、どっちかっていうとヨーロッパなのかアメリカなのか、いずれにしてもアジアではなさそうな雰囲気ですもんね。行動は疲れすぎてフラフラ。まあ、ここまで体力ないと死ぬ可能性あるんでね。書いてもらいましょう。まあ、行動は刑事なんで、襲撃計画の聞き込みにどうしても必要な人材ではあるんですが、まあ、2だとね、事故を起こす可能性があるんで、居眠り運転とかで。フリーバーグ警察の仕事はうまくいくものじゃない、予算を削減ね。まあ、そうだ、行ってくるだろうな。ここは空きスロットを1個使うしかないですね。で、早速、刑事を雇いにかかりましょう。シフト、A チームに刑事を1人雇います。で、早速、フリート通りの破壊行為。弁護士のボール・ハージスが車から降りると、恐ろしい風貌の男たちが駐車場に万の字の落書きをしているのに気づいた。男の1人は銃を持っているようだった。そして、こう付け加えた。奴らを逮捕したら、私の電話を伝えてくれ。喜んで弁護すると。なんか危険な香りがするから、明日2人死んでもいいような2人を送りましょう。で、薬物使用ですね。フリーバーグ小学校。ガンダーソン教授は学生数人のリュックサックに白い粉の跡がついていることが気がついた。みんな麻薬でハイになった状態で授業に来ているわ。一体どうしたと思う。これだって小学校でしょ。小学校で薬物はさすがにないでしょ。フィッシュバックもね、1200を誇るものでしたからね。さて、そしたら続いては武装強盗の方ですね。トラックが銀行に突っ込んだ。銃を持った男が車から飛び降りるとトラックに現金を積むよう要求。これはもう銀行に突っ込んだんでしょ。完全に黒だよね。そしたら、スワットチームに護送車。いや、護送車は必要ない ?3 人いても、行ってもらおう。で、薬物使用の方は、当然合法。なんか事件が多くなってきてるな。レストラン、ワイズドラゴン。ファーガソン夫人はレストランに入ると、抗不安薬を服用するため、水をもらえないかと尋ねた。ウェイトレスは皆お金を払っているのよ。と言って、水の提供を拒否した。ファーガソン夫人はギート。ウィーデルスの髪の毛を引っ張り、年配者に対する口の利き方を教えてやるこの小娘がと叫んだ。これってちょっと微妙ですよね。日本は水ただのところが多いですけど、海外行くとね、水有料ですからね、レストランに入って。まあ、ただその緊急的に水を欲しがるパターンがどれくらいあるのかっていうところだとは思うんですけど。これはね、追加では人は出せない。喧嘩になるだけだ。労働組合のミッションが来てますね。労働安全調査官のミーボ・バシレスキューが完全に行かれちまったらしい。俺は行ったんだ。トゥルーカラーホテルの点検に行ったら全て文句なしを合格にするようにと。ところがあいつはホテルに行って違反チケットを何枚も切った。ホテルのオーナーは憤慨して何度も電話をかけてくる。なぜなら俺たちの間には男の約束があったからだ。バシレスキューは田舎の方に釣りに行ってる。あんたの僕はあいつのところに行かせて上司の命令を絶対だと分からせてやってくれないか。そうだね。代わりにまた多額のお金をもらえ、ちょっと待って。ハチャーソンにジバースが死んでんじゃねえか。よく見たらマジか。犯人に逃げられた上に死んでやがる。マジか。銃撃戦。アパートの最上階から銃声と怯えた声でモズリー夫人から通報。銃声が聞こえたのでドアスコープから様子を確認したら複数の男たちが打ち合いをしていた。私は速やかに床に伏して電話まで張って移動したと。これね、今遅れないんだわ、警官がいなくて。川岸の方ですね。武装強盗。銀行の従業員と警官がトラックに金を詰め込んでいる。銃を持った男がトラックを金で満タンじゃろ、3本投げれば全員で殺すと指示している。トラックに乗り込む武器を捨てるというか強盗犯に狙いを定めて撃ち殺しましょう。
強盗犯がジャケットの前を開けると胸にダイナマイトを巻きつけていたと。ああ、邪魔をしたら自爆してみんなを巻き添えにする。強盗犯の頭を撃ちましょう。で、暴行の方は犯人逮捕。いや、ただちょっとな、警官の数が足りないな。今同時に事件が2つ起きてるけど、警官戻ってこれないでしょう。銃撃戦の方はアパートの最上階からってやつは無理だね。これさっき見ましたけど。で、凶器を用いた暴行事件。事件多いな。ジョセフ・ホッパーは隣人のシャロン・ロバーツがチワワのテディを散歩させているところを見かけた。男はシャロンの髪をつかむと、彼女の自宅周辺はスカンクのように臭く、階段も汚れていると怒鳴って避難。そしてシャロンの何度も殴った後、チワワをつかむと、狩猟用ナイフでその喉を切り裂いて殺したの。通りかかった若い男は恐怖にすくみ上がるシャロンを救出し、乱闘が始まったと。まあ、それはビビるよな。フリーバーグでのレイプ事件？助けて、三瓶教授にレイプされた、と怯えた女性が助けを求め叫ぶ声を上げていた。哲学の講義を受けに合同に来ていた学生からの通報。いずれにしても警官の、刑事の数が足りないんだよな、今。銃撃戦もどうにもならないよね。市民に死者が出てるけど。どうにもならないな。レイプの方は合法。凶器を用いた暴行は、死人が出てるね。しょうがないよな。で、労働組合のミッションは9000ドル。いいね。あと2万5000ドルまで来ましたね。湾口走行エリア。ガソリンスタンドで偽造紙幣を使おうとした男が捕まった。そしてその紙幣の入手場所を供述。大量の偽造を印刷している倉庫があり、そこから港へ運ばれ、国内中に流通させていると。これはね、確かに、検挙したいな。ただ。自殺予告も来ている。第13復活協会のメンバーが約15人が公園に集合。彼らはガソリンを体にかけ、神の復活を助け、罪人を罰するため、集団昇進自殺をしようとしている。やめさせましょう、直ちにこういうのは。公園でそういうことをしちゃダメだと。身をもって分からせましょう。死傷者ありの人質事件に25秒か、戻ってこれんのかな。ギリギリ戻ってこれそうですね。ロジャーズ派の4人、揃いそうなんで2人派遣できそうですね。大丈夫そうです。完全武装した4人の男がカジノに入り現金を要求。これがショーの一部だと勘違いした客たちは微笑みながらパフォーマンスに近づいていた。強盗たちはお構いなしに群衆に向かって発砲。これちょっと平均以下の人間が多いんでしょうがない。スワットチームにさらに4人送りましょう。で、自殺予告の方は犯人を無事に検挙してるね。窃盗事件、デザイア公園。あと8秒、間に合うかな。通行人が、大柄の男が公園のベンチで、壺を持ち上げてトラックに詰め込んでいるのを見かけた。夜だったので何をしているのか尋ねたら、市が在庫調査をしているんだと答えた。まあ、それそのまんまなんじゃないの？年配の男は警察に気づくと、金が入ったバッグをつかみ、急いで逃走しようとした。金をポケットに入れる。やりてー。札束をつかみ容疑者の頭に投げつける。容疑者を、まあ容疑者を追いましょう。窃盗の方はどうなの？まあ死傷者は出てないからよしっていうわけじゃないけど、まだマシかな。集団の暴動です。数え切れないほど多くのフリーバーグ住民が年に1回のミッドナイトモンスターセールを目当てにモールの外で行列を作っていた。開店と同時に客とは実際に店内に駆け込み、行く手を遮るものをなぎ倒していた。男女が髪の毛を引っ張り合い、目をつき、アイロンや VCR やその他の商品の奪い合いを始めた。すでに多くの負傷者が出ているが、まだ群衆の喧嘩は静まる気配がない。暴力をやめてくださいと警備員のレオナルド・ロドリギレスが怒った群衆の耳に届くよう懸命にアナウンスをしていたと。もう一度暴徒化した群衆は手がつけられなそうですもんね。誘拐の方は本当にあれだね。写真が集まってこないね。追加で警官を送ってあげたいけど、その余裕がないからな。今のメンバーでさばいてもらうしかないんですが、逃げられたの4人に派遣して、4人派遣して逃げられちゃうのか。まあ確かにね、レイカー以外は能力は
3分の1を襲撃できる。襲撃しよう。襲撃は夜間に行われる。よく考えて隊員を配置し、実行しなければならない。間違えれば命令、命取りになることを忘れずに、いや、これはいけるはずだ。一応確認だけしよう。まず、最近池の中にある下水口の格子を取り替えようとした場所はボート乗り場の沖合。若いダイバーを送り込んだが、彼は、泥水の中でパニックになり、酸素タンクを落としてしまった。危うく溺れるところだったと。で、視聴者の入り口は大きく開かれていて、テロリストでも簡単に通れる。こう。何年もパイプを修理していた。市は金の節約に余念がない。で、結局何が言いたいかというと、公文書が保管された視聴者の地下室の真下に出ることができる。で、それはマンホールを降りていったところですね。で、マンホールがどこにあるかというと、マンホールは、9番かな。9番にありますね。ここかな。今だと侵入隊員を配置してます。アンジェラ・ペイン。彼女は、狙撃場所を教えてくれていて、どこが狙撃場としていいかというと、直接法廷が覗けるような場所って言ってるんで、法廷から逆に、見えるんだよね。ロジャーの執務室が。ただ、ロジャー自体がどうなんだっけ？最近、違うところにいる説あるよね。釣りをしようとして池にいた。ボート乗り場に座ってテキーラを飲みながら吊るしていた。何かが外れた。鉄格子の服が引っかかっていた。つまり、池から侵入できるってことだよね。池に、どうする？水中突破を、池のところに集中しよう。で、引退済みの元裁判官ですね。で、彼は何かというと、裁判官の書記官として働いていた、視聴者の会談のところでスピーチを行うことになっていたが、彼は極悪人でしたが、そう思っていたのは私だけではなかった。狙撃しようとしたんだね。じゃあ、今度、ラリー・クラック。クックかな。清掃会社のマネージャーです。で、彼によると、両隣のオフィスで仕事をしていることが多いっていうのが、最近のロジャーズの傾向なんですね。で、ミッチェル・ハグイ、狙撃兵ですね。で、彼によると、ターゲットが誰になるかもよるか、教会か法廷の屋根がちょうどいいと言ってるよね。で、今は狙撃兵を、裁判所と教会のところ、まあ大聖堂の二つに配置しています。で、今度、マレク・ラザル。電話ボックスの隣で撮った時に、信じられないものを見たっていう話で、裏庭から簡単に侵入できるよっていう話ですね。今、裏庭には人を、突撃兵を配置しています。で、レイチェル・キース。彼女も裏庭からの話でね。ただ、裏口のドアは封鎖されている。ただ、裏口のドアは簡単に壊せるっていう証言もあったよね。大きく頑丈だけど、道具さえあれば簡単に壊すことができるって言ってるんで、突撃隊員配置すれば大丈夫でしょう。それとも、侵入の方がいいのかな？侵入隊員も一緒に配置する？今度はギャラリーの責任者ですね。で、ギャラリーの上には何か、市側のものが建てられちゃったって話だったよね。なんで、ギャラリーの上から人を配置しています。5番です。で、心理カウンセラー。彼によると、改造工事のため、閉鎖されているっていうところがあるっていう話だよね。で、最後、トーマス・ガートナー。で、低音裏口にどうのこうのっていう、これ一番最近のやつですね。チームリーダーをどこに配置するかっていう話で、チームリーダーは今、裏口に配置しています。では、これで襲撃を行おう。
もう一度トライできるならもう一度トライしたいわ。どこがいけなかったんだ？ちょっと難しすぎるな。ちょっと皆さんの意見を反映したいんで、一旦今日は襲撃をやめよう。今日襲撃しなきゃいけないんだよな、これ見ると。襲撃を開始以外の選択肢がないもんね。ちょっと待ってね。もう一度、ちゃんと考え直そう。まず水中単位の位置は絶対いいでしょ？そうなると、突撃をやっぱりこっちの端にやってみよう。これでどう？命取りになるともう何度も死んでるからな。襲撃に失敗するね。ちょっと待ってね。どこに誰を配置する？そしたら、ちょっと闇雲になってるけど、これで、こんなんでいいのかっていうのがあるが、ちょっとこのパターン、元々のパターンを一回試させてください。ダメだね。死ぬね。ここで終えるわけにはいかないからな。もう一度確認していく。まずは、池のところには絶対に、配置しときたいんだよね。池の世話人でしょ？これによると、ボート乗り場の沖合。で、釣りをしていたボート乗り場に座ってっていう話なんで、絶対にこの水中突破単位は、突撃単位はここでいいと思うんですよ。で、問題は、裁判官だよなあ。ああ、違う違う違う。そうすると、ここに狙撃兵を3人配置してみる？狙撃兵の配置もね、いいと思うんだよな、そこで。失敗するね。そうすると、狙撃兵はミュージアムの上とここに点在させるパターンも試したでしょ？裁判所は絶対いいと思うんだよな。侵入単位をどこに置くかだな。侵入単位は9番に置きたいよね。9番。ここ。ここに2人置く？ 2 人置く意味があるのかって話はあるけど。ちょっとこのパターン試してみますか。違う違う。このミュージアムに人は置いちゃダメだよね。で、トーマス・ガードナーの話をもう一度確認しましょう。庭園を裏口の方に動かすよう市長に言われた。で、裏口から侵入して視聴者のどこにでも行くことができるっていう話だったんで、裏口がどこかというと、裏口は3番なんだよな。3番。つまりここだな。ここに、やっぱり、チームリーダーを配置しよう。これでどう？結構自信あるけど、これ。ダメか。ただ、チームリーダーの配置はそこでいいと思うんだよね、裏口で。で、問題は、裏口に突破単位ではなくて、侵入工作ができる人間を一緒に配置した方がいいよね。これでどうだろう？何度やり直してるんだって話だけど。まあ、チームリーダーと一緒に侵入単位を送って、まあ、侵入路を開けば、チームリーダーが制圧するわけでしょ？失敗する？どうするかな。そうすると、ちょっともう一回一個ずつ整理していくしかないな。正面には、テロリストでも簡単に入れるんでしょ？マンホール。ちょっと待って、裏口っていうのがどこにあるのかって話だよな。どう考えても、ここがさ、正面入り口でしょ？どう考えても。
4番10番がちょっとわかんないんだよな。4番10番に人配置する必要あるのかって話だよね。いや、本当にわかんない、これ。マジで難しいな。そうすると、ちょっと一個ずつもう一度じっくり読み込んでいきますか。いや、本当にわかんないな。水中突撃隊は絶対ここでいいと思うんだよね。あと、チームリーダーと新入隊員も絶対いいと思うんだよな。そうなると、難しいけど。で、裁判所の上にも絶対人がいる必要だと思うんだよね。そうすると、どうなんだろう。突撃単位の配置をちょっと変える？突撃単位を、でもどこに配置するのが正解なのかわかんないからな。ただ、誰だったかは、両脇にしか、今はもう、市長は、中央じゃなくて、脇で仕事してるみたいなこと、誰か言ってたよね。誰かが言ってたんだよな。なんで、裁判所は硬いんで、裁判所の方に、近い場所に、隊員を集中的に配備する？一応聖ヨハネにも置いとくか。これでどう？失敗するか。そうすると、もう聖ヨハネ側に人を配置するのをやめて、狙撃隊員は全部ここに配置。3人で狙撃。ダメ？狙撃隊員はここじゃないか。まあ、一旦聖ヨハネに戻して、水中は絶対いいでしょう。あと、ここもね、手厚くしたいんだよね。裏口侵入突撃チームリーダー。これで制圧部隊。んで、あとは、どうしようかな。マンホールのところにも人、マンホールにじゃあ何？突撃隊員でも配置する？侵入と突撃2人やらせますっていうことで。どう？これで。失敗するか。いや、本当に難しいな、これ。なんか大学がどうのこうのって話あったよね。それどこだ？あ、これだな。フリーバック高校のカウンセラー。大聖堂の目の前で恋人とチャットするのが趣味。まあ、これどうでもいいな。
視聴者の屋上に食べ物を持っていきってことは、視聴者のところにたどり着けるわけ？こっから。じゃあ、ここに突撃単位でも配置する？これでどう？わかんねえな。全然わかんない。真ん中には突撃単位入れたいよね。だって、テロリストでも簡単に取れる大きなライフルを持った軍隊を起こしてくれって。でも誰も聞いてくれなかった。いや、マジでわからんわ。そしたら、裁判側に2人置く、裁判所側に突撃隊員を2人置いて、狙撃兵はやっぱり裁判所に集中させる。どう？これで。これでダメだともう本当にお手上げだな。ダメ？ちょっとわかんない。ちょっと待ってくださいね。そしたら、攻略サイト的なものがあれば、ちょっと見ちゃいましょう。This is the police で、襲撃配置あるな。ちょっと待ってくださいね。あんまりね、攻略サイトを見ながらプレイするっていうのはしていないんですが、こればっかりはもう見ちゃいます。まずは水中突撃隊員を1番の位置に2人。1番の位置なんだ。2番の位置かなと思ったんだけどな。1番の位置みたいですね。いや、本当に？全然違いましたね。で、3番に、チームリーダー、突破隊員、突撃隊員。あ、3番は合ってましたね。で、4番に突撃隊員かける2。4番の突撃隊員かける2。4番の突撃、4番ってどこ？4番の突撃、あ、4番突撃隊員も合ってるね。で、6番に狙撃隊員に、あ、狙撃隊員3人入っちゃってる。じゃあ、狙撃隊員もう1人はどこかっていうと8番だな。ここですね。これがどうやら正解みたいです。じゃあ、これで襲撃しましょう。市長の弾を取る。ロジャーズは、撃たれて死んだと。ボイド所長、改めて昨日素晴らしい仕事ぶりに感謝させてほしい。私が手紙を書くことは、他にな、滅多になのかな？ちょっとないけどね。多分滅多になんでしょう。この機会に面と向かって話すことが難しい話題に触れたいと思う。それはラーナ・バーマンのことだ。私が仕事たことは君をひどく傷つけたに違いないかな。前にも話したように、私は他人の苦しみを喜ぶような人間では決してない。あれは魔が差したわけでも、君を個人的に責めようとしたわけでもない。なぜか私がそうしなければならなかったのか、それは君も分かっているはずだ。だからこそ君の方でもこのことを話題にすることはなかった。所長の椅子は本日付でケビン・ホールセンの門に慣れたが、私はすでに彼を追い払うためにいろいろ計画している。彼は明日、所長としてミスを犯すだろう。君はそれを静かに見守っていてくれ。納得いかない気持ちもあるだろう。だが、君は君の趣味は長く続かない。両日中に、一両日中かな？今後の進め方について君にメッセージを送るつもりだ。ロジャース。はい。ついに、襲撃しましたね。しかも警察が視聴者を襲撃したっていうのがバレてるじゃん。はい。というわけで、無事に襲撃計画実行しました。次回はこの続き、残り2日間ですね、プレイしていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。